すべて心の内側がその集客の状況とか事業の成功に直結する、成功の可否を変えてしまうのが心マインド、嫌だっていう未来を自分で勝手に先に想像しちゃって自分で苦しくなる。でもう一個は考えてるだけで何にもしてないって、これがやっぱり問題なんですよ。ということは、何かしようと思ったらまず